はいどうもファンネルです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きをやっていきます。今回ちょっとメインストーリーから外れさせていただいて、ちょっとですね、まず市から村、まだ行ってないんで名前出てないですけど、こちら行ってみたいと思います。んでここ行くとちょっとね、素材の付け外しがどうやらできるようになるみたいなので行ってみよう。ちょっと待ってね。で今マスターソードの力がもう少しで蘇るので、動画外でね、あのめちゃくちゃライネル買ってライネル武器であったり、あとなんだっけ、兵隊ゴーレムの隊長ゴーレムだっけの、なんか一番上特等隊長みたいなのを倒して、素材とかも取ってみたりもしております。さあそこですね、ちょっとお待ちよ。で今回は市から村行ってある程度ストーリー見たら、ちょっとメインは地下に移したいと思います。で地下に行って何か銅像の向きの先にずっと行くと、なんか神殿というかなんかあるらしいので、そこを目指したいと思います。まあ実はもう場所知っちゃってんだけどさあ市から村です。こちらね、前作でリンク頑張ってなんか木材だっけなんか運んだりいろいろした気がするんだけど、だいぶ、にぎわっておりますね。まあ、あいにくの雨なんですが。あ、っていうか、あれ?こんなとこに、あの、緑石あるな。ちょっと待ってね。多分、この人が、市から村の村長なんだと思うんだけど、異常なーし。はあ、金目のもんかと思って拾ったのに、単なるへんてこな石じゃないだろうな。早いとこカモを見つけないと。ん?おい口から出ちゃってるよ、なんか詐欺をする瞬間の言葉が。何です、作業場に行きたいんですか？レールカーを使われるのでしたら利用料をいただかないと。もれなく20ルピー、お支払いは初回の一度限り、あとは何度でもご利用できますのでお得ですよ。お支払いいただけますかね。レールカーって榎田社長の自信作、市から村と作業場を結ぶ空飛ぶ車ってとこですかね。不思議なもんで作業場にだけ空からいろいろ落っこってくるんで、あ、そうなんだ。その落っこってきたものを試行錯誤して、榎田社長がいろいろ作ってくれるんです。ほう。操作もレールカーを直接叩くだけなんで、誰でも扱える優れものなんですよ。こいつらバッテリーもなしに動かしてるってこと?へんてこな石って?おや、この石が気になりますか?前に作業場に埋まってたのを見つけましてね。珍しい石でしたもんで、くすねて、いや、記念にといただいていたんですが、気になるようでしたら譲ってもいいですよ。今なら大特価100ルピーでいかがです？うーん、高すぎる。でしたら80ルピーでどうでしょう。今回限りの特別価格でもう一声。あらダメなの？ちょっとあなた何してるのよ。何でしょうか、奥さんいたんですか？またそうやって見ず知らずの人に変なものを高い値段で売りつけようとして。そんなのちょっと大きい火打ち石みたいなもんじゃないせいぜい60、いや50ルピーで十分でしょ。お前、いやしかしだな、これは正当な取引で。てんてんてん。わかったよ、そんな目で旦那様を見るんじゃないよ。どうでしょう、では50ルピーで買います。え、拾ったへんてこな石が本当に売れるなんてラッキー。それはよかった。いやいや、お目が高い。大変に貴重だと思われる節がある石ですので、価値あるお買い物かと。たった今からこの石はあなたのものです。どうぞご自由に。はい、50ルピー後ろに置いておきますので、お好きな時に持っていってください。あそこね。でレールも使わせていただきたいんだが、あの拾ったへんてこな石が50ルピーか、まあ悪くはない取引だった。ん?ああ、またあなたですか。レールカーをご希望の場合は初回のみ利用料、はい、20ルピー払います。はい、確かに、よし、儲け儲け。操作は簡単、動かすのも止めるのも叩くだけです。あとはご自由にどうぞ。榎田さんがいると利用料取りにくいし、早く作業場に戻ってくれねえかな叩いて、あー、やっぱりゾナウ系のあれついてますね。あー、ついてるし紐でくくられてますね。で、あの石ってどこに持ってくんだろう。多分これに乗っけていけばいいんだけど、あとバッテリーもあるな。バッテリーも勝手にもらってっていいのかな。ふん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 。多分下、あっちに行って。あります？祠につながる何か。まあいいや、ちょっと、榎田だっけ。
名前忘れてたの。桜だかえのきだか、ちょっと話しかけますね。昨日だって楽しそうに話していたし、あなたの考えすぎじゃないかしら。ウィッターの引っ越しのこと心配なのはわかるけど、モナリーさんに言われたんだ。ここ最近ウィッターが妙に明るいと。お迎えの時間も近づいてる。あの子無理してるんじゃないのだろうか。もうあなたがそんなんじゃウィッターだって旅立ちにくいじゃない。ゲルド族にとっては一生に一度の門出なんだから、盛大に送り出してあげましょうよ。そうだな、せっかくの門出は派手にやってやらないとな。あ、お客様、えのきだコム店にようこそ。マイホームのお買い求めですね。お客様ご自身の手でお部屋を組み合わせて自分だけのマイホームをお作りいただけます。ですがすみません、まだ開店の準備が整っておらず。あれ、あなた、おお、お前か、久しぶりだな。お前のおかげでこの市から村も発展し、以前にも増して部族関係なく誰もが自由に過ごせる村になったと思ってる。それに我々にも娘が生まれてな、俺に似たとても可愛い。うう、あー、ウィッター、ちょっとえのきだ、しっかりしなさいよ。すまないな、ちょっと立て込んでいてな。パウダー、俺は一旦仕事に戻る。ウィッターのためにできること何か考えてみるよ。さあ、何でしょう、独り立ち、というわけで、この子じゃない、ウィッターって違う、あ、これだ、サボッタなのだ。お兄さん、パーパーの友達、久しぶりにパーパーが帰ってきてるのだ。ウィッターはもうすぐお引越しだから、今のうちにパーパーやみんなといっぱい遊ぶのだ。遊んでてください。あれ、待ってね、しかもさっき出た冒険手帳、これウィッターという人物の門出の話をしていた。前向きな態度のパウダーとは正反対に浮かない顔のエノキだ。何か悩み事がありそうだ、ありそうだという話をされてますが、これだ、多分分解してくれるのよ。だらっという間にコロッと分解。お客さんは大切な武器や盾に適当なに物をくっつけて後悔したことはない頃ありますね。後悔してますよ。そういう時こそこのププンダの分解屋にお任せ頃。ただ、だだっという間にコロッと分解してくっつける前の状態に戻す頃。ひとコロッと20ルピー、早速分解してみる頃。分解？ふふん、気になる頃。作業場で出た不要品を分解していくうちにできるようになった。ププンダだけの職人技なんだ頃。くっつけて作ったものなら何でもコロッと分解して元の状態に戻す頃。ひとコロッと20ルピー。ちょっと一回、じゃあ待ってね。どれを分解する頃？ですね、なんか邪魔くせえの、これだったかな、これ、特待兵長スピアはいんねえかなと思ってて、この王家の剣につけようかななんても思ったりなんかで、これを分解するから、ちなみに一度分解したら元には戻せなくなるけど、それでも大丈夫から、お願いします。任された頃、早速作業に取り掛かるから、ダダッと始めて、コロッと分解、ダダッとコロッと、ダダッとコロッと、ふん。なんか嫌な音したけどな。じゃーん、バッチリパキッと分解できたから、いや、奥の回収スペースに置いておいたから拾い忘れにご注意から。雨ざらしの状態で申し訳ないけど早めの回収をお願いするから。仮に、まあ今は素材と武器だけど、武器と武器をくっつけてる場合なんかはスロットいっぱいで持てないなんてもあるから、まあこれなんかね、大五論と月大五論なんだけど、これ。まあなんだっけ、アミーボで大五論と2個出たんでくっつけちゃいましたというのもあったりするんで、まあそういう時用かな。で、ゾナニウム、これをちょっともう一個、粉砕槍にしたくて、ちょっと待ってね。でもこの場合って上等ゴーレム倒してきて、違う、上等ブロックゴーレム、それで、くっつけた方がいいかもしんないから、まあいいや、とりあえずこれは置いとこう。で、まあマスターソードして、まあもう武器もだいぶ強くなったもんよ。で、今雨の状態だから、これゾーラの剣と、まあライネルの素材つけた剣128ですからね、攻撃力で。こっちに至っては100と、ちょっと強すぎんよと。で、ゾーラの体験はなかったのか。だからゾーラの剣はかなり使えるんですよね、そういう意味では。ちょっと集めておきたいなと思っております。さあ、じゃあ市から村のちょっと石とかは動画外でやっときますね。ちなみにえのきだは別に何も言ってないよね。パウダーにもう一回話聞いてみっか。
ごめんなさい、まだ開店の準備ちょっと乗ってないと、はい、バタバタして、今旦那も私も娘を送り出す準備とかがあって、なんか進めないとダメか。あ、雨が上がった。さっき話し込んでしまって悪かった。俺はダダッという前にダダッと解決がモットーのえのきだ工務店の社長なのに、子供のことになるとダダッとはいかないもんだな。子供、さっき少し話したが、俺たちにはウィッタという一人娘がいるんだ。妻のパウダにも、俺にもよく似た可愛らしい女の子だ。そのウィッタが妻の生まれ故郷のゲルドの町にもうすぐ引っ越すんだ。ゲルド族は成人するまで男性と触れ合ってはいけないという掟があってな。幼いうちはいいらしいんだが、物心がつき始める頃、ゲルドの町からお迎えが来るそうだ。ゲルド族にとってゲルドの町で過ごすことは誉れでもあるらしい。ウィッタも楽しみにしているようだから、盛大に送り出してやりたいのだが、自分がこんなにも往生際が悪いなんて父親になるまでわからなかったよ。ああ悪いな、長話に付き合わせてしまった。そろそろ作業場に戻らないと。できれば旅立ちまで娘のそばにいてやりたいが、俺も仕事があってな。妻も引っ越しの準備に手一杯で、今は仕事の依頼も受けられないと言っていた。せめて寂しくないよう誰かウィッタのそばについててくれるといいのだが。お？暗転する？何よこれ、ちょっと待ってね。ウィッタの遊び相手になれないことを嘆いていると。これは私がなってあげた方がいいのかい？ウィッタどこ行った？あれ？ウィッタいなくね？ウィッタ、ウィッタ。さっきこの子と一緒にいたんだけどね。何？ハニーはウィッタちゃんと遊ぶんだから邪魔しないでよ。でもウィッタちゃん2階の部屋にいたまま戻ってこないんだ。ボーとかバーとか難しそうだったからゲルド語のお勉強してるのかな。2階？そっちか。ごめん、メインを地下のクエストにしようと思ったんだけど、ちょっとこれ気になるからやってみるね。なんかゴロン族寝てたの今。ちょっと開けます。ちょっと待ってね、今現実世界の方でちょっと外でなんか工事音がするんですけど、ちょっと音入ってたらごめんなさいね。さあウィッタ、あウィッタのお引越しメモ、ちょっと待ってね、最初にメモを見ちゃったよ。その1、ゲルドの挨拶は優雅にはっきりと、おはようはサボッター、はい、ボじゃないと。男の人はボーイ、これもボじゃない。おばあちゃんはバーバーありがとうはサークサーク、いえこれ覚えないといけない、まさか。その2、族長さんのペットは特別、族長さんにはパトリシアちゃんというペットがいて、これあれだよね、ルージュのペットだよね多分、ゲルド族の。パトリシアちゃんは占いができる特別な砂ざらしなのだ。その3、ボーイと話しちゃダメ、ママのふるさとに行ったらボーイとお話しするのはダメ、しきたりっていうのだから今のうちにいっぱいお話ししておくのだ。その4、絶対泣かないのだ。ああけなげ、よし。おはようはサボった、こんにちはサバーク、さようならは、さようならはのだびっくりしたのだ、もうお迎えが来たのかと思ったのだ。ウィッタ、もうすぐママのふるさとにお引越しだからいっぱい勉強してるのだ。ママのふるさとにはゲルド語っていう素敵な言葉があるのだ。だからウィッタ、村のみんなにも知ってほしくて頑張ってたくさん覚えたのだ。もしかしてお兄さんも興味あるの？だったらちょうどいいのだ。今からモナリーおばあちゃんにレッスンするところだから一緒についてくるのだ。ウィッタに任せればお兄さんもきっとゲルド語がペラペラ、ペラペラになるのだ。今回のレッスンはゲルド語クイズなのだ。お兄さんも一緒に挑戦するといいのだ。やっべ、あの手帳の覚えてねえぞもう。まあ行ってみよう。サークサークがなんか挨拶だってね、ありがとうだっけ。でボーイが男の人で、サボークはなんだっけおはようだっけかな。クイズ形式ですね、了解でございます。ここ、これだ、こっちなんだ。ウィッタについてくるのだ。もうついてきてんだけどな。話してみる。モナリーおばちゃんサボった？あらあら、今日はご機嫌ですね。またウィッタちゃんのレッスンですか？そうなんだ。今日は初めましてのお兄さんも一緒なのだ。それじゃあモナリーおばあちゃんにウィッタのゲルド語クイズなのだ。おばあちゃんのことはゲルドの言葉でなんて言うのだ？ゲルド語でおばあちゃんね、何でしたかね、これバーバーだったね、こっちだったかな。
パンパカパーン、大正解なのだ。すごいのだ、お兄さん、はじめましてなのに、はじめましてじゃないのだ。あ、そうそう、ばあばでしたね。もうちょっとで思い出せたんですけどね。でもこれでまた一人ゲルド語に詳しい人が増えましたね。私もウィッタちゃんのおかげで随分ゲルド語のことに詳しくなれましたよ。えへへ、だってママのふるさとの言葉みんな喋ったら、ママ寂しくないでしょ。これでママは大丈夫だけど、次はパーパなのだ。あ、そうなのだ。いつも忙しそうにしてるパーパのためにお仕事の手伝いをしてあげるのだ。そうと決まればレールカーに乗って作業場にレッツゴーなのだ。行くんかい、ついてってあげないと。ウィッタちゃん、まだまだパパとママに甘えたい年頃でしょうにね。でも大丈夫かしら、萩さんが管理人になってからレールカーも利用しづらくなっちゃったから。さあ行こう。ウィッタ、一緒に行ってやるよ。どうにかして乗れないかな。あのレールカーに乗ってパパの作業場にお手伝いに行きたいのに、そういえばお金を払わないと乗せてくれないことを忘れてたのだ。あの人ね、あのおじさんが管理人になるまではお金なんて払わなくても乗れてたのに。こうなったらおじさんに気づかれずにレールカーに乗り込むのだ。でもウィッタ一人じゃ絶対気づかれちゃうのだ。誰かおじさんの目を隠してくれないかな。了解。え、隠すって言ったって。ああ、おあつらえ向きのがありますわな。ちょっと待ってね。これで。見えねえじゃねえもん。よし、いけるんじゃないか。はい、パパの作業場にお手伝い行きたいのに。はい、気づかれず乗り込むのだ。あ、今ならいけるよ。え、お兄さんがあれよ。なんだかちょっと心配だけど、お兄さんのことを信じて一気に突っ走るのだ。多分大丈夫だ、いけるはず。 ゴー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 。見えねえだろあれでは。てか目の前にあんな状態になってんのにあの人気にしないんだね。やったのだ、うまくいったのだ。ようやく会いに行けるのだ。それじゃ行ってくるのだ。パパ待っててなのだ。お兄さんもありがとうなのだ。一人で行っちゃうの？一緒に行ってあげようと思ったんだけどな。さあレールがどっか行っちゃいました。ギリギリ見えないよね。異常な足。なんだこれは。嘘でしょ。ごめんね。何お前、寝てたのか。まあいいんだけど。レールあっちに行っちゃってるね。まあいいや、私はパラセールで行こう。あ、ガチャガチャもあるね、ちゃんと。ガチャガチャもあるし、到着。あの光る石を使える場所ってどっかにあんのかな。ないよね。まあ、後で探すか。どうしたんだろう。あ、お兄さんも来たのだ。パーパがうんうんなって変なのだ。おお、お前か。ずっと考えていたんだ。ウィッタのために俺にできること。その答えがこれだ。ゲルドの町ではここからかなり遠いし、地上には魔物も少なくない。だからウィッタ専用の特別な気球を作ろうと思ってるんだ。だが何をすれば特別になるのか。特別じゃなくてもパーパの気球、お日様みたいでウィッタ好きだよ。お日様、そうだ、お日様のように黄色くカラーリングしよう。前にこの辺りで見かけた日だまり草を染料に使えばいい色合いが出せそうだな。この大きさだと10個は必要だな。パーパー、日だまり草がいるの？あのマッキッキーなお花でしょ。ウィッタもお手伝いするのだ。気持ちは嬉しいがさすがに厳しいだろう。日だまり草は珍しいもので、まだどこで手に入るかも分かってないんだ。大丈夫、日だまり草見たことあるもん。お空から落ちてきた遺跡にくっついていたのだ。空か。いや、持ってるからいいよ、渡すよ。日だまり草が10個もあれば鮮やかな黄色に染め上げることができそうだが、問題はどうやって集めるか。渡す。どうぞ。のだ。すごいのだ、ちゃんと10個揃ってるのだ。なんと、集めてきてくれたのか。それだけあれば気球をお日様色に染められるぞ。ごめんなのだ、ウィッタ何もお手伝いできなかったのだ。
いや、そんなことはないぞ、ウィッター。これからパーパーはこの気球をお日様にするんだ。手伝ってくれるか？うん、ウィッターもお日様作るのだ。やってくれ。染料ってそういえば私何にもやったことねえな。ダダッと決めてダダッと作る。ダダダ、誰でも一度はえのきだ工務店。できたかな？黄色い気球ができましたね。よし、完成だ。すっかり朝になってしまったな。朝になったのかい。あ、寝てるウィッター。我が子の寝顔が見られるのももう少しなんだな。えのきだ。なんだろう、なんかあったのかな。パウダか、どうしたんだ、そんなに慌てて。まさか。ええ、迎えが来たわ。村の入り口で待ってるって。そうか、よし。じゃあみんなで行こうか。ウィッタ専用お日様気球に乗って。お前も一緒に来てくれるか。いいよ。4人も乗れんのかな。まあそれなりに大きい気球だったから大丈夫でしょう。いいですね、これすごいのだ。ウィッタ鳥さんになってるのだ。あまり騒いじゃダメよ、ウィッタ。落ちたら危ないわ。みんな見てみろ。急にここだけムービー調なんだが。でも綺麗だね。お日様だ。お日様も起きてきたのだ。太陽もウィッタの門出を祝福してくれているのね。ゲルドの町にいてもイチカラ村にいても私たちが見ている太陽は同じよ。大事なのは心の距離。ママはいつでもあなたのそばにいるからね。さあ、そろそろ着陸だ。しっかり捕まっているんだぞ。いやー、いい映像だな。さあ、これで一から村も。これどうしようかな。ごめん、地下やるって言ったけど、地下次回でもいい？なんかこれはこれでなんかいい感じで終わりそう。パーパからのプレゼントすっごく嬉しかったんだ。ウィッター、寂しくなったらいつでも戻。ダメなんだよ。いや、なんでもない。パーパもウィッターみたいに強くならないとな。俺たちの可愛いウィッター、さあ行っておいで。わかってるよ、時間だな。パーパとママのお世話は私に任せて安心して行ってらっしゃいね。素敵な場合になってまたいろいろお話を聞かせてもらえるのを楽しみに待っていますからね。いつかゲルドの町に遊びに行くね。そしたらまた遊ぼうね。みんなありがとう。いや、サークサークなのだ。ウィッターはママみたいに素敵な場合になってパーパみたいなかっこいいボーイを探すのだ。みんなサボークなのだ。なんでこんなに感動的なストーリーを作ったんだ。一から村で。パウだよ、俺は笑顔を保てていたのだろうか。ええ、頑張ったわね。あの子が涙を見せないのに私たちが泣くわけにはいかないものね。さあ、私たちにとっても新しい生活のスタートなんだから気を取り直してね。ああ、そうだな。よし。どうしたんだ。ああ、すまんな。お前にも世話になったな。ありがとう。あの日だまり草は貴重なものだったんだろう。感謝の気持ちだ。受け取ってくれ。あら、銀ルピア、ありがとう。私からも。あら、銀ルピア、ありがとう。それだと家割引しろよ。作ってほしいんだけどな。お前には助けられてばかりだな。もしゲルドの町を訪ねることがあれば、ウィッタのこと気にかけてやってくれ。何言ってるのよ、ゲルドの町は防衛禁制よ。忘れたの？ああ、そうだったな。うっかりしていたよ。さあ、仕事に戻るわよ。マイホームの受付も再開しなきゃ。まあ、ゲルドの町行く前でよかったかな。これから行きますんで。まあ、リンクはね、助走ができますんで。まあ、あれを助走というのかどうかわかんないけどね。今の時代というか、まだギリギリ大丈夫だと思うけど、今後ね、世界的に断層とか助走とかっていう言葉も、言葉狩りに合いそうな予感もしておりますので、まあ、あまり言わないで置いときますかね。まずね、こう男性、女性で分けるのが、ダメだよみたいなことになってきてる感じはしますからね。
さあマイホームえのきだコム店へようこそ。ウィットの引っ越しも無事に終えられましたので、ようやく仕事の方も再開できそうです。ゲルド砂漠で大規模な砂塵が発生しているらしく、不安がないとは言えば嘘になりますが、ああそんなこと発生してるな。まあ私がまだ解決してないからな、ゲルド砂漠の方の多分神殿の方ね。多分残された私たちにできることは、あの子が帰ってくる場所を守ることですから、しっかり働かないと。えのきだコム店の本業はお客様が思い描く理想のお家作りをサポートすること。家具付きのお部屋や調理場といった基本的なものだけでなく、好きな絵を飾ったり、お気に入りの、馬が飼えるなどニーズに合わせた様々なお部屋を用意しています。そして何より一番の目玉は、これらのお部屋をお客様ご自身の手で組み立てていただけることなんです。これは私のあれなのかな、なんだっけ、ウルトラハンドだっけ。お好きな部屋を選んでいただき、自由な発想で理想のマイホームをお作りいただける、そんなサービスをご提供しています。マイホーム完成時には記念品もプレゼントさせていただいております。あなたにはウィットのことで家族ともどもお世話になりましたから、マイホームにご興味があればお値打ち価格でダダッという間にご提供させていただきますよ。建てたいな。マイホームのご契約ですね。ありがとうございます。絶好のロケーションに空き土地が出ていますので、きっと気に入ってもらえると思います。本来は土地の代金だけでも3000ルピーはかかりますが、あなただけは特別になんと、土地とお部屋をセットで1500ルピー。おお、買う買う。ご制約ありがとうございます。張り切って準備させていただきますね。それでは早速ですが、今後の流れについてご説明いたします。ここから南東の見晴らしの良い場所に土地をご用意してあります。南東、少し遠いですが、向こう側に祠がありますよね。あ、ありますね。あの祠の左側にある高台で別のスタッフがお待ちしておりますので、詳細は現地でお問い合わせください。理想のマイホーム作りを楽しみ、お楽しみください、サボーク。これって今作っちゃっても後から変えられんのかな。まあ、ウルトラハンドあれば楽々に変えられんのかもしんない。ちょっと待ってね、マップ。多分その祠ってここよね。行ってみよう。前作では自分家に武器が何だっけ、武器3つ、盾3つ、弓3つぐらい飾れたんだよね、額縁で。でも今回そこまでする必要は、まあでも今回もあるとは思うんだけど、そういう額縁置いて置きたい武器とかも特に今んとこねえんだけどなぁと思いつつ、どこよ、これだな、あれだ、すげえ、こんな広い土地、材料とかどうなんだろうな。よいしょ。やあハロー、リンク様ですね。弊社のパウダーから伺っております。ミーはエノキダコム店のグラネッタ言いますね。お家作りのことなら何でもリッスン。早速ですが、お家作りの流れを説明させてもらいますよ。それではまずあちらをご覧ください。はい、広いね。こちらがリンク様にご購入いただいた土地になります。ここに弊社で販売しておりますお部屋ユニットを設置していただくことで、オンリーワンのマイホームを建築していただけますよ。リンク様はお部屋セットプランでご制約いただいていますので、なんと最初からお部屋を2つプレゼント for you ね。ちょっと待っててください。なんかこれ縦売りというかあれなのかな、ブロック売りしてんだね。んじゃん、おー、こちらがお部屋ユニットです。左側が扉の部屋で、右側がベッドの部屋になります。室内を保護するためネットを張ってますが、建築が終わったら取り外しますのでご安心を。おー、2つのお部屋ユニットを土地に設置いただければ OK です。ロープの中にうまく収まるように配置して快適な空間作りをお楽しみください。あとお部屋ユニット以外のものは使えませんのでご注意ください。設置が終わりましたら建築物の検査をさせていただきますのでお声掛けください。それではマイホーム作りのファーストステップ、心ゆくまでエンジョイしてください。これ動かせて重機もなしも何に、私はまあウルトラハンドあるからいけんだけどさ、これない人どうするつもりなの、これ前提じゃねえかよ。まあまずは入り口ね。入り口はやっぱ正面、どっちを正面とするかだな。待ってね、北、なんだっけ、南側に普通って入り口あるんだっけ。ごめん、ちょっと後で直すかもしんないけど、今右下ミニマップで出てますね。
ちょっと南東っていうかあれになるけどいいか、南東なのか南西なのか、一回ここに設置しますね。よいしょ、 OK。 であっちを、あれ掴めない、掴んだ、これどうくっつけるというの、どうくっつけるというのかね、これは。これって上にくっつけたらどうなんだろう。でもネットになってるから多分こうの方がいいのかな。しまってね、ガゴン。ネットの部分同士でくっつけろってことなのかもしれない。ちょっとネバネバになってるけどいいのかな。建築作業お疲れ様です。ご用は何でしょうか。建築終わりました。それでは建築物の検査をさせていただきます。別につけるってやんなくてよかったのか、いつもの癖でやっちまったんだけど。検査の結果はノープログラム、お部屋の中に入れるようにしておきましたよ。初めてなのにグッドなお出前、ついにマイホームの完成です。コングラチュレーション。少しここでお待ちいただけますか。すぐにパウダさんを呼んできますので。さあ来てもらってどうするんだ。お待たせしました。土地とお部屋は気に入っていただけましたか。土地とセットのお部屋を配置いただきましたが、お家作りの本番はこれからです。えのきな工務店で販売しているさまざまなお部屋ユニットを組み合わせて、引き続き理想のマイホーム作りをお楽しみください。詳細は受付のグラネッタから説明させていただきます。こちらはささやかですがお祝いの記念品です。あ、えのきな工務店の記事、お客様だけのオンリーワンのマイホーム作り、このグラネッタ最後までお付き合いしますよ。まずは設置されたお部屋の中を心ゆくまでご確認ください。なんか装飾品とかも売ってるってことね。これは商売上手ですね。ずいぶん遠いところに置いちまったなこれ。よくなかったかもな位置。入ってみるね。おおすごいじゃん。寝るってあります。寝れますね。昔のゼルダならこれダッシュして壁にドーンってやれば、おお壁登れるのかい。本落ちてくるんだけど。スーファミの頃の話ですけどね。はいはいはい、こんな感じですね。待ってね。リンク登りたくなっちゃうんだね壁。よし、ありがとう。じゃあ売ってるものちょっと見せてほしいな。さあ話して、改めまして初めての建築作業おめでとうございます。家作りの流れはお分かりいただけましたか。まだまだお家作りは始まったばかり。もっとお家らしくしたいと思ってないですか。いろんな設備を取り入れたいと思いませんか。そんな優の希望をこのグラネッタが一から叶えて差し上げます。えのきな工務店ではいろんな種類のお部屋を取り揃えていますので、お好みのお部屋ユニットをご購入いただき、リンク様好みの改築してくださいね。お高い買い物ですのでお部屋購入の前に内覧することも可能ですよ。それでは建築のご要望ですか、何でもお申し付けください。さあ、準備しますのでちょっとお待ちくださいと。準備するはいいんだけど労働を挟まないとあれなのか。はい、建築の準備 OK です。ご用の際はグラネットまでプリーズアスクミー。はい、追加の部屋が欲しい。お部屋はどのようにご用意いたしましょうか。部屋の購入内覧、はい、こんな感じですね。おー、結構確かに値段はする。あ、武器スタンドの部屋ありますね。武器スタンドの部屋か。弓スタンド、縦スタンド、あ、めちゃくちゃ置けるようになるかもしれねえなこれ。料理鍋の部屋は欲しいなと思ってんだけど、女神像まである。馬の部屋、はいはい、扉の部屋、これめっちゃお金かかるな。室内用の階段、あ、階段ユニット、屋外用の階段、うわこれ頭使うな。これ庭池とかもあるし、花壇、あれ花壇ってさ、これやっぱなんか作れるようになるのかな植物。いやーこれお金稼ごう。ちょっと今はいいわ。やめる。とりあえず今大丈夫です。建築終わる。はい、これ毎回検査入んの。買うのとは別に欲しいな。そしたらまあちょっと動かしたりしちゃうとあれだから毎回検査が入るんでしょう。はい、どうもありがとうね。
ほー、これは奥が深いね今回。で、敷地も結構広かったもんね。じゃあこれに関しては私いろいろ動画外でやってって、なんか様になってきたらどっかでご紹介できればいいかなと思います。いやー、まあ今回ティアキンね、やっぱクラフト要素がかなり充実してるというか、それがメインみたいなもんだもんね。ウルトラハンドもそうだし、スクラビルドもそうだし、そういうことですか。はい、じゃあまあちょっと地下は今回やめとこう。これでいいかなと思います。で、ごめん、ちょっと打足になっちゃいますが、ミニチャレンジ、ミニチャレンジだっけかな、ね、メインチャレンジになってるのか。ちょっとインパのところ行ってみます。これずっと放置してたので、実はあの地下の方でやりたかったのはこれなので、まあ次回あたりかな、これちょっとやりたいと思いますんで、ちょっとじゃあインパと地上へ行ってみよう。マップからもうだいぶ、そうだ、地下マップも見ていただくと結構、まあなんかすげえ偏ってるけど、ここすごい解放しましたので、んでどこだっけかな、今白銀ライネルが確かこの辺にいたので、白銀ライネルをねちょっと買って、素材をゲットしておきたいなと思います。まだ私白髪っていうのかな、白髪ライネルしか倒してないんで、あと古びた地図とかありますけど、まあまあまあいいでしょう。ここだ。あれ、ここの私あれ行ってないのか。ここって馬宿あるよね。あ、行ってないんだ。こっから飛んでいくか。じゃあちょっと打足だけど、インパと話して、終わりますか。なんか地上絵ってすごい、上空っていうかこの上の施設から見ると地上絵があるところ何回か見つけたんだけど、あれは写真撮ればいいのかな。まあだいぶなんだろうね、順序とかも気にせず進めていっておりますので、まあそれがゼルダのいいところなんだけど、ブレワイティアキンのね。で、グライド系の装備ももう持っているので、じゃあこれでもいけるかな。間違った、弓じゃねえ弓じゃねえちょっと待ってね、パラセルで行かないと。こっから行った方が良かったわ、ごめん。眺望台行く眺望台で飛んだ方が早かった。ちょっとお時間かかっております、ごめんなさいね。インパがいればいいし、あとなんだっけ、新聞社、新聞社の仕事もやって、あの革図防具一式も欲しいんだよね本当は。滑らないんで、あれあれば。さあ上空に飛ばしていただきます。こっち側だね、行きたいのは。さあリンク、逆だぞ、逆向いて逆、こっちこっち。もう地上へ見えますよねこれ。これでズームしてる間って落ちてないんだよね多分。写真に収めればいいのかな、これ。この状態で写真って使えるのかな。あ、使えないね、そら使えねえわな。っていうか馬宿あるっぽいな、地上への近くに。祠もあるはずなんだけど、祠はどこなんだ。あ、なんか光ってんなあれ。待ってね、もう真下が見えねえ。ここですね。あ、祠もあったわ。でインパはだからここにいるんだ。よいしょ、気球がある。あ、気球で上に上がりたいのかな。よいしょ、懐かしきインパ。おお、こんなところで会うとは、久しぶりじゃのうリンクよ。インパ行方不明と聞いていたが無事だったようで何よりじゃ。ごめんね、言うの忘れてたねそれでゼルダ様、ゼルダ姫様はいずこじゃ。それがね、いないんですよ。なんとまだ行方知らずとな。であれば捜索を続けねばならぬ。リンクよ、我はなゼルダ様が行方知れずになられた折、天変地異とともにこの大地に現れた巨大な絵のようなものが気になってのう。聞けば同じものが世界各地に現れたというでな。今はボガードとともにこうして絵を、地上絵を巡っておるのよ。高台からこの辺りを遠目に眺めておった時、地上絵があると分かったのじゃが、ここのように地面の近くでも見えはするが、全体の形はよう分からぬ。故に高いところから、あ、違う、高い空から見下ろそうと思ってな。
プルアがくれた熱気球という空に登れる乗り物を使ったのじゃが、風に煽られて気球部分が外れてしまってのう。なんとかしてこの土台にくっつけることができんものかと考えあぐねておったのじゃ。やってやるよん。インパはね、なんだっけ、ゼルダ無双の時もうだいぶお世話になりましたからね。まあもちろんこの状態のインパではないんだけど、あの時は若かった。よし、着いたよ。おお、熱気球がその他が直してくれたのか。礼を言うぞリンク。せっかくじゃその他も一緒に地上絵を見に行かぬか。見に行く。では早速向かうとするかの。すまぬがリンクよ、気球を空に浮かべてはくれんか。え、火つけろってこと？そこに火をつければ気球が浮かぶはずじゃ。準備ができたら空に上がろうぞ。了解。これどうすればいいんだろう。あの、危なくねえか。あの、火つけんのはいいんだけど、あ、そっか、待ってね、これでつけよう。ぼぼ、よし、オッケー、その調子で上げてくれと。今回は気球会ですね。みんな気球に乗って下を見たいんだね。ひえらく高いところまで来たの。なんだか目が回ってしまうわい。これ降りるの火の調整どうすんだろう。じゃがここからなら地上絵がよく見える。恩に切るぞリンクよ。実はな、村の古い文献にこの地上絵についての記述らしきものがあっての。それには古代の人が見たものを竜の涙の周りに地上絵で残した。待ってね、それには古代の人が見たものを竜の涙の周りに地上絵で残した。竜の涙の周りと記されておったのじゃ。古代の人が見たものとは何かわからんし、そもそも竜の涙というのが何を指すのかまだ皆目わからんのよ。竜の涙の周りに地上絵で残したというからには、地上絵のどこかにそういったものがあるのではと踏んでおるのじゃが、ゼルダ様の手がかりがつかめるかもしれんで、そもそも探してみてはくれんか。地上絵で気になるところがあれば、そなたならここからパラセールで飛んでいけるじゃろう。はい。何、我のことなら気にせずともよい。着陸するだけなら我でもできる。何、え、待って、何を言ってんの。竜の涙と呼ばれるものがあるらしい。竜の涙がありそう。これって祠のことかな。ちょっとじゃあ降りていい。なんだ、なんか外れた音しない今。なんか外れちゃった音が聞こえたような気がしてんだけど、竜の涙、あれかな。ちょっと待ってね。いや、ちげえよな。これは竜の涙じゃねえわな。これゾナウの人の絵だよね。あとわかるのはあれ、狼さんたちでしょ、馬か。うん、やっぱ祠しかわかんねえぞ。祠ではなかろうかと。しまった、チューリー待って。よいしょ、危ねえ。一回触る、ちょっと触るだけ触って、これのことではないのか。違うっぽいな。あ、馬宿、音楽隊いる。音楽隊、あ、違う、音楽隊いなかったわ。もうインパは降りてきてるね。どれのこと言ってんだろう。魔物がいるな。あ、あれ倒さないとダメかな。ちょっと行ってみようか。上からでは何も分からなかったが、それかさらに上に何か上空にあるわけではないね。こういうのってなんだっけ、落ちてきたやつなら戻れ子で戻せんだけど、そういうんじゃないね。上に魔物の拠点があった気がするが、これこいつらなんか知ってんじゃね。知ってそう。あれ、ここの魔物クソ弱だな。ちょっと待ってね。ズン、なんだ、あ、イエロックだ。あ、イエロックでいいんだっけ。これってどうやって倒すんだ。おーおお、やば。一応まずゴブリン倒し、あ、ていうかこれか。あ、これだこれだ。弱よ、よし、待ってね、これなんか投げてきそうだから、あ、大丈夫だ。
登るのが難しいな。よっ、終わり。これ関係ないよね。イエロック倒したのは初めてだな。で待ってね、クソ弱だったから、イエロックのハートがありますね。これイエロックのハートは違う、イワロックの心岩だ。とりあえずいらないでーす。なんだその竜の涙とやらはないと思うんだけどな。さあちょっと登っていきます。開けます。あ、白銀リザルエッジ。あ、なんかかっこいい鎌みたい。乾いた枝を手頃な大きさに加工した棒、太さと長さを振り回すのに申し分ない。普通の木の棒より攻撃力が高い。48って結構だよこれ。どうしよう、王家の剣でもラッシュ攻撃に使えそうなんだよな。これ欲しいっちゃ欲しい。これいらないかな。待って、特等兵隊エッジ、あまあこれ捨てるか。あ、ミスった。待ってね、ごめんなさいね。武器枠やっぱもう一個増やすぐらいじゃないとダメかな。よし、これ待ってね、装備してみるね一回。よっ、武器、あ、鎌だ鎌。あ、かっこいい。これリザルフォスの何の素材なの。まあいいや、とりあえずマスターソードにしておきます。で竜の涙、竜の涙。竜の涙うんぬん、やべ動画時間。一から村、一から村がいい感じで終わったのにな、グダグダだな。ちょっとでも分からんね。もう一回冒険手帳見ていい？竜の涙と呼ばれるものがあるらしい。地上絵のどこかに、あ、インパによると地上絵のどこかには、あ、地上絵のどこかにはだから、え？これとか？違うな。なんか落ちてんのかな？別に私上から何か見つけたわけ、これ怪しくねえか？あ、コロクか。うわ、見つかった。またねー。はい。もう一回気球乗って上見た方がいいかな、これ。ちょっとわかんねえぞ。馬がいるぞ。竜の涙ね。ちょっと待って、もう一回話聞いてみて。古代の人が見たものとは何か分からんし、そもそも竜の涙というのが何を指すのかまだ皆目分からない、地上絵のどこかにそういったものがあるのではと踏んでおるのじゃが、はい、少し目を回したと。ごめん、じゃあもう一回飛んでみるか。上から見ればなんかものある？地上絵のどこかにはと、ん？あれか？あれ、あの穴怪しくね？てかあれしかねえよな。うん、それ以外でないよね。あの、なんだっけ、目のとこに何かあるとかでもねえしなあ。あれあれ、なんかあるの、あれくぼんでない？気のせい？なんかくぼんでる気がする。あれちょっとあっち行ってみよう。よっ、何かあるぞあれは。ちょっとお時間かかっております。このくぼみ怪しい。 あったあった。あ、なんか出てきたぞ。調べる。俺のこの手が光ってうなる。やばいなこの装備。グライド装備だからさ。お、なんですか、特訓。
何かの記憶よみがえる？記憶だね、これは。あ、ていうか記憶の世界に来ちゃった？あれ、ゼルダじゃね？ゼルダ、ここに飛ばされた？まさか。ここっていうか、あの、あら、なんだこの声は、誰だ？まあ、大変。ゾナウ族。時空超えちゃったんだな、これ。ああ、初代の王だ、ラウル。ここは驚かせてしまったようね。ごめんなさい。私はソニアと申します。ソニアね。そなた名は何と？ゼルダ。私はハイラル国王ロームが娘、ゼルダ。これはいいなことを。ハイラルは我らが起こした国、私以外に王はおらぬはずだが。お二人が起こした、あなたが王？タイムパラドックスが起きちゃうぞこれ。我が名はラウル、この国の王だ。ラウル王とソニア王妃。まさか。これ今リンク、この記憶見えたってこと？あららららら、リンクちょっと顔が分かんねえわこれじゃ多分驚いてんだと思うんだけど。さあ地上絵が、はい、はい、コンプリート。あー、じゃあ他の地上へ回るとこれ記憶は。リンク、ぼーっとしておるようだが、どうしたのじゃ。こういうことがありました。やべ、水びちゃびちゃになってるなんと夢のようなものを見たと。不思議な映像が頭に浮かんだと。そこにゼルダ様のお姿が。うーむ、地上へ、文献、竜の涙、そしてそなたが今見たというゼルダ様のお姿、もしやこれらすべては、これらはすべてつながっておるのでは。やはり我らは地上絵巡りを続けよう。ゼルダ様への手がかりになるやもしれんでな。そうじゃ、文献によれば忘れ去られた神殿にも地上絵に関する何かがあると記述があったな。忘れ去られた神殿はヘブラ地方の谷底じゃ。我らも一度、足を運んでみようと思っておる。竜の涙。ああ、メインチャレンジね。はいはいはい。これはじゃあ動画外で進めるってわけにはちょっといかないですね。どうしよう、インパともう一回話してみる。動かないんだけど。文献によれば、はい、忘れられた神殿、はいはい、忘れ去られたその神殿に、前のブレワイン時ってさ、あの緑の息吹シリーズのなんか防具なかったっけ。記憶違いかな。まあいいや。はい、というわけでじゃあ今回以上にさせていただきます。ちょっと地上絵の方は、私マーカーか、あ、こんな風に出る。地上絵見つけたら。でもこれ触らないとダメだよね。記憶見ちゃったらあれだから。でも次回ここ行けばいいの？でも地上絵探したら見ちゃっていいんだよね、多分。ちょっと私の方でポイント探しておきます。で、あ、まあゲルドももう解放しちゃっていいかな、だから。あのマップだけ。ちょっとゲルド、ごめん。あの、マップだけ解放するわ、もう。ごめんね、グダグダで、今回。とりあえず、一から村がメインです、今回はね。で、まあでも、ある意味、今のインパのやつもメインだから、悩みどころだけど。しまった、こんな重要なことだったんだ。完全にスルーしてたわ。ここに、じゃあ、ちょっともうマップだけ解放しまーす。さあ空飛ぼう。ここのゲルドはね、暑いんだよね。だから冷えになる食事をしないといけないんだけど、上に上がればまた何か遺跡あるでしょ。上にさあマップだけ開放しまいましょう。大穴もありますね。
あのキューブ型の空に浮いてるなんか迷路みたいなのなんだけど、あれもやっていきたいんだけど、まあ、どっか動画タイミング見つけてやろうかな。もう正直ゲルドクリアしちゃうと4人クリアしてストーリーがぐっと進んじゃうと思うんで、ちょっとルージュには我慢してもらいましょう。あのクリアするのもうちょっと耐えてもらいましょうね。すべての空マップ登録しました。エノキダの娘さんもごめんだな、あの大変な状態で放置しちゃいますけど、あ、さらに地上絵があったな。こっちもここね。じゃあこことかは私マーカーつけておこうかなと思いますんで、さあマップも登録できました。じゃあ地上絵探しと、まあでも次回こそはちょっと地下行って、実はイーガダンがいるんで、なんだあれ、なんか出そうな場所がありますし、まあ私ちょっと自由に散策しておきますよ。ではでは、なんか煙出てる。煙出てるけど、まあいいやー。ということで、じゃあ今回以上にしましょう。ちょっと待ってね。上空でバイバイしてもいいか。はい。というわけで、じゃあ今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。またねー。